間です。本日なんですけども、言うなればあの時のレシピをもう一度でございます。あのね、かなり昔にあのジャージャー麺とチャーハンを混ぜ合わせたジャージャー飯なるものを作ったことがあったんですよ。でね、その時まあ美味しかったのは美味しかったんですけど、あのね、あれから結構な月日が経ちまして、僕もね、あれ結構作ってるんですよ、プライベートで。そしたらね、あの時よりももっと美味しいものがね、できるようになりまして、本日はそちらを作っていこうかなと思います。あの時の一個反省点結構覚えてるんですけど、鮮明に。一緒に盛り付けたキュウリがね、とにかく太かったんですよ。で、他のチャーハンとか肉味噌と全然足並みが揃わず、ものすごく KY だった思い出があるんですよ。でも今僕ね、キュウリを結構細く千切りできるようになりましたんで、多分ね、そことかも踏まえたら結構美味しいものができるんじゃないかなと。というわけで早速、本日も作っていきましょう。さあ、では作っていきましょうか。ですね、本日は3つの要素に分かれます。まず1個目、チャーハン。特に今回は、焼き豚チャーハンにしようと思います。そして2つ目、肉味噌あん。そして最後がトッピング。トッピングというよりかはあしらいっていう感じかな。以上、今回はこちらの3要素でお届けします。ではまずですね、今回使う食材とかそういったものを一気にバッと並べようと思いますんで、せーの。すっごいごちゃっとしてますけど、これ縦方向に見てください。こっちからチャーハン、肉味噌、トッピング。もう今回すっごくシンプルなので、特にチャーハンとかはもう具材は紅生姜と長ネギと焼き豚だけで、今回はですね、チャーハンならチャーハン、肉味噌なら肉味噌というよりかは、まずは一旦こういったお野菜関係とかをまずブワーッと全部切って、んで本調理に入る一歩手前の調理をして、んでいざいよいよ本調理っていう、そういった流れになります。だからなんとなくこういう感じ。まずもろもろを全部切って、で鶏ガラスープ取ったりとか、チャーシュー作ったりとか、そういったものが終わってから本調理で、いよいよ最後全部をドッキングっていう、そういう感じです。なんとなく伝わりましたかね。そんならば本日も張り切って参りましょう。んで、結構この葉と葉の間のこういったところ、ここにこういう風にこう土が噛んでることも結構ありますんで、この後これを水の中でガシャガシャっとすれば OK。 お次、こちらのキュウリはいつも通りお塩。んで、板ずり。あとはこれを水洗い。これでとりあえず表面の白いイボイボというか、つぶつぶというか、トゲトゲ、それをきれいにしてあげつつ、なんかね、包丁の背でこうやってしごくより、なんか発色が良くなるような気がする。で、これはもう気のせいかもしれないですけど、ちょっと塩分がこの中に染み込んで、下味じゃないけどちょっと美味しくなるような気がする。で、前にこれをやった生春巻きの時からだいたいね、60本70本ぐらい練習してきまして、今どのくらいまで上達したかっていうと、とりあえずこの天と地を落として、割りかしみ大きめに落として、こうビッとまっすぐに、でだいたい3等分に、まずは柳刃包丁のカクンとなってるここの面、このしのぎ筋から刃先に向かっての面をまな板にビタッと、で切っ先のちょうどここら辺はまな板につけたまま包丁をちょっと上げて、ここにちょっとだけ、あとはここの親指でこの角度を固定して、んで、これをそいでいくだけ。ちょっと上手くなったでしょ。あとはこの剥き終わったやつを、で、ちなみにこういった柳刃包丁っていうか、こう片刃の包丁、こういったものがないっていう方でも、こういった普通の両刃の包丁、これを使っても、同じようにできますんで、個人的にはこういった両刃の方がやりやすいかな、まあ、どちらかお好きな方で。
ああ失敗やな。やっぱもうこれに関しても練習あるのみですね。くそー、もっと薄く作りたいんやけどな。で、続きましてこちらの白ネギなんですけど、今回チャーハン用と肉味噌用で切り方を分けます。まずはチャーハン用から。まずはこのペティナイフを、なんていうかな、こう箸を持つようなこういった握り方で構えてもらって、で、切っ先を使ってこの長ネギの繊維に沿ってこう切り込みを入れてもらって、これをできるだけ細かく。あとはこれをこうやって刻んであげるだけ。あのこれ何がいいかっていうと、もうね全然これ水分が出てこないんですよ。なんかこうパラッとしてるというか、シャキッとしてるというか、どうしてもチャーハンに加える分なんで、あんまりねここに水分がじわっとねじみ出しちゃっても、せっかくパラッとさせたチャーハンがねベチャッとなっちゃいそうなんで、チャーハン用はこうやって水分が出ないように。まあ、ちょっとこの切り方時間はかかっちゃうんやけどね、でも一番水分は出にくいのかなと。で、続きまして肉味噌用、あのさっきのチャ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 ってやるやつ、どうしてもこれ時間がかかっちゃうんですよ。ただその代わり水分がねじみ出らずシャキッと仕上がる。ただ肉味噌に関してはどうせ加熱しちゃうので、そこまでこの水分というかこうシャキッとさせるっていうのはこだわらんでいいのかなと。なのでちょっと水分はにじみ出しちゃうんですけど、まあ、あのよりテンポアップということで、こちらは僕のいつも通りの、いつも通りのこの蛇腹切りで。で、1個補足、ごくごく一般的なここにちょっとざっくりと切り込み入れて、んで刻んで、で最後にこうやってみじん切りにする方法。このみじん切りが多分一番水分がこうにじみ出しやすいのかなと思います。この長ネギの繊維を包丁でこう潰し切ってるというか、なんとなくこのちょっとウェッティーなの分かるかな。まあただ水分が出るイコール全部全てが悪っていうわけではないんですけど、これはこれであの香りが出てきてる状態だから、なんていうか薬味でトッピング的にこうバッと散らしてもらったりとか、そういった使い方がいいのかなと。あの使用用途によって切り方をね変えていけばいいのかなと僕は思いますけど、ただ個人的にはあの蛇腹切り、あれがね一番飛び散らないし早いし、で水分もあんまりにじみ出してこないし、結構おすすめ。こちらがチャーハン用、こっちが肉味噌用で、こっちの青いところはこの後の鶏ガラスープに使い回します。そしたらもう時間のかかるものは終わりましたんで、今度豚バラブロックとか紅生姜とかニンニク関係とかそこら辺でいきましょうか。そしたらまずはこの繊維を揃えてあげるところから。この細長い豚肉の繊維はこっち向きに基本走ってるんで、それと方向の近くこっち向きに入ってるここをまずお掃除で、今回ちょっと久方ぶりのなんちゃってチャーシューにしようと思うので、より扱いやすいようにこれ半分カットかな、このくらいのサイズ感で。で、トリミングしたここの端っこの部分、ここ一旦冷蔵庫で半冷凍状態にして、で、包丁で細かく切って今回のひき肉に混ぜ込みます。そしたらもう今回は簡単に包丁でガカッと潰してあげて、あとはこれを刻むだけ。で、お次が生姜。ここのイボイボンとかはもうせからしいんで、ここはもう鶏ガラスープに使おう。
で最後こちらの紅生姜なんですけど、わりかし大きめにザクザクっと。そしたらもこの段階で食材の全部の切り付けが終わりましたんで、これから鶏ガラスープを取ったりとかチャーシュー作ったりとか、そういったお時間に参ります。ではまず鶏ガラスープから取っていこうと思うんですけど、あのね、今日スーパーに行ったら鶏ガラが売ってなかったんですよ。結構そういう時ってあるやん。で僕がおすすめしたいのはこれ、手羽先の手羽端の部分、手羽先を調理で使う時にもうここだけスコーンと落としといて、ここの関節で、でこの切り離した先のここの美味しいところ、手羽中かな、ここはその時に美味しく食べて、でここをまとめて冷凍しておくとこういう時に結構便利。ただ普通の鶏ガラと違って、こう結構コラーゲンが多い部分なので、ほとんど皮だし、鶏ガラスープというよりかは鶏白湯スープみたいな、そういった感じになるかな。今回これはこれでまた美味しいはず。そしたらまずは沸騰したお湯に落として、これがもう一回再沸騰してくるくらいまでまず一旦アクを抜いて、湯がき終わったらこちらを水の中に回収。あとはこの水の中で表面についたアクの汚れとか、あとちょっとした血の塊なんかはお掃除してあげて、一度きれいにしたお鍋に戻したらお水んで酒一回し、白ネギの青きところと生姜の端材たち、これを冷たい状態から火にかけて、沸いてきたら黒っぽいアクが出たらそれだけはお掃除してあげて、今回は大丈夫そうですね。火加減を落として、このくらいのクツクツするくらいの火加減でいこうかな。本当はね、あんまり沸騰させんように静かに煮出して綺麗なスープを取るんですけど、まあ今回これがメインではないので、で大体時間としては30分いこうかな。あれから約30分、ちょっとあっさりっぽいけどまあいいんじゃないですかね。じゃあ中のガラたちは取り出して、これを丁寧にこせば、これで鶏ガラスープ完成。ちょっとあれですね、ちょいと油が多いかな、ちょっとすくってあげよう。俗にフレンチでいうところのエキュメってやつですね、これ。まあ上等上等。俗に言う中華スープと違ってこれ鶏ガラスープなので、多分皆さんが想像してるやつと比べると相当味薄いと思います。これもちろんお塩とかも入ってないし、ちゃんとした中華スープだとこの鶏ガラ以外にも金華ハムやったかな、そういったものとか干し貝柱とか干しエビとか、なんかそういったものからもっともっと旨味をね抽出するんですけど、これはあくまで鶏ガラスープですんで。で和食のカツオとか昆布とかの合わせだしと違って、この鶏ガラスープ冷凍が効きますんでね、使い切らんなと思ったらもう冷凍してもらえればと思います。まあ基本的に僕は全部使い切っちゃうから冷凍しないんですけどね。でこのだし柄の長ネギの緑いいところに関しては、味噌、お酢、砂糖、からし、超絶簡単にからし酢味噌を作って、これをかけてちょっととごまで飾り付けして、春らしくお花を添えれば白ネギのぬたあえ完成。こういった箸休みがね1個あるといいですよね。んであとはこれよ、手羽端、ここがうまいんですよね。これ食べるときに一度レンチンして、温まったところにこういったポン酢でもいいし、もうなんならお酢だけビャッとかけてもらってもいいし、柚子胡椒、お塩、ごま油、そういったもので和えてもいいし、今回は味ポンでいこうかな。で一応これ冷凍も効きますんで、こういう時にまとめて冷凍しといて、仕事終わりにこれを流水解凍してでレンチンしてみたいな、これまとめて作っとくと結構便利っすよ。したら続いてなんちゃってチャーシュー、熱したフライパンに豚バラ、まずは全ての面にしっかりと焼き目でコーティングをしてあげて、焼けたものから随時取り出して、このフライパンの油は一度掃除して、もう今日ワンパンで作っちゃいます。でもやっとキッチンペーパーがね売られてきたね、やっと心置きなく使える。さあここに今回の煮汁を合わせていきますんで、そちらの材料をせーの、こちらから酒、水、濃い口醤油、みりん、ざらめで、今回の比率が4対3対2対1対1、もういつも通りのチャーシューの煮汁、もう僕最近ガチチャーシューもなんちゃってチャーシューも全部これで統一するようになりましたの方が覚えやすいんでね、これらをすべて合わせて、よし、 OK、
け。ここに先ほどの豚肉を戻し入れて、沸いてきたらこのアクだけ軽くお掃除して、んで、はい、落とし蓋して、火加減としては湯船に入れたばっかりのバブ、そのくらいのバブ加減で、今回はね25分くらい。それでは25分後へスキップ。もうだいぶいい感じじゃないですかね。トロトロじゃなくプルプル系のチャーシュー、それ一度こちらはもう火を切ってバットに上げて、一度この状態でちょっと冷まします。今切っちゃうとね、もう肉汁ジュンジュワーなんでね、ちょっとこぼれ出るのを防ぐため。で、今回のこの煮汁、これも表面に豚バラの脂がブワッと浮いてるんですけど、冷めるとこれ固まりますんで、固まった脂を除いて、で、取り終わった後のこの醤油ダレでチャーハンを作っていきます。そしたらもう普通に手で触れるぐらいまで冷めましたんで、いよいよこちらを切ってまいりましょうか。断肉式ですね。あー、もういい感じ。まあ、ただこれ巻いて作ったわけじゃないんで、やっぱちょっとね、お肉の部分はちょっと浸透して若干硬いかなって感じはありますけど、でもいいの、簡単に作れるから。そしたらこれをコロコロっとこのくらいのサイズ感で切っていって、本日はこのサイズでチャーハンの具材になります。いやー、肉肉しいね。それではいよいよここから本調理に参りましょうか。では早速作っていくんですけど、肉味噌あんなので、まずは肉味噌から作っていきましょうか。中華版の肉味噌のザージャンってやつから。ではそのザージャンの材料を、せーの、こちらから紹興酒、たまり醤油、甜麺醤。あ、ここのたまり醤油、普段はね濃口醤油で作るんですけど、ちょっと賞味期限間近がね入ってたんで、冷蔵庫の中に。で、比率は全部1対1対1で、どんぐらいかな、ひき肉 100g に対して大体大さじ1くらいでいいと思います。そしたらフライパンにまずはひき肉、あとはこれをもうポロ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 っと、普通の豚そぼろを作るような感じで、で、だいぶポロポロになってきたんですけど、ここでまだ終わらない。ここの豚肉の下にあるここの水分、これが余分な水分が飛んで、もっと透明なね、純粋な油に変わってきたら、この自分自身の油でこの豚肉を揚げ焼きにしていきます。結構カリカリまでいきます。ここら辺とかいい感じですね。全体的にこういう感じになるようにじっくりまったりいきましょう。ちなみに今火加減はずっと強火。強火、ちょっと伝わりづらいけど、まあまあいい感じなんじゃないですかね。なんかね、どことなくメンチカツみたいないい香り。そしたらここで紹興酒、お醤油、んで最後甜麺醤、このスプーンについたやつはこの中で落としましょう。で、この甜麺醤が入ると焦げやすくなりますんで、もう絶えずくる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 回しながら、お醤油とか紹興酒の余分な水分が飛んで、もうこの肉味噌自体が黒く染まるぐらいまで、うん、だいぶいい感じに黒く染まってきましたね。そしたらもう一度火を切って、もうこのまま肉味噌作りに進んでもいいんですけど、これ見えるかな、今結構下の方にこの豚肉の脂が沈殿してるんですよ。なので一度これを干しておくとより丁寧かな。で、これはなんかラードかなんかに活用してもらえれば。で、ちなみにこちらはもう今この段階でこれご飯にバッとかけて、上から山椒とかバッと振ったらめちゃくちゃ美味しいですよこれ。ではこのザージャンを使って肉味噌あん作りの佳境と参りましょう。まずは油、んーで、ニンニク、んーで、生姜、んで、軽く豆板醤、んで、火にかけて、ジュクジュクしてきたら火加減を弱火で、まずはじっくりじっくりと炒めていきましょう。ニンニクのいい香りがしてきたら、はい、ザージャン、ザージャン、はい、馴染ませて、あとはここに今回の鶏ガラスープ、
どんぐらいかな、ギリギリかぶるくらい。そしたらこの段階ちょっと味見して、ちょっと味が薄いなと思ったらお醤油とかウスターソースとかお塩とか、あと鶏ガラスープの素とか、まあその日の気分に合わせて。今日の僕はね、オイスターソースの気分。かったんで、もうちょっと甜麺醤が欲しい気分。よっしゃ、完璧。あとはここに長ネギ落として、これをなじませて、ここまできたら一旦火を止めて、片栗粉でわりかし強めにとろみをつければ、じゃあこの片栗粉も粉物なんで、一度しっかりとまた火を加えてあげて、とどめのラー油。今日はちょっと控えめに肉味噌あん完成。そしたらもうここまで結構動画時間が押してると思いますんで、もうここからパッパッパッといきましょうか。まずは沸騰したお湯にお塩で、チンゲン菜の茎をまず入れて、まずはこのまま1分間、1分したら全体を加えて、さっと火を通したらザルに取って、余熱防止に仰いであげるだけ。ではここから先はあとはチャーハンを作るだけ。初めて僕の動画を見るって方は多分びっくりすると思うんですけど、僕のチャーハン作りで欠かせないのがこれ、ちょっと大きめの木のスプーン。やっぱこれがね、すごい使いやすい、混ぜやすいし、なおかつご飯粒を潰さずにやりやすいみたいな、結構おすすめ。あと欠かせないのがこのテフロン加工のしっかりとしたフライパン、多分何気にこれが一番大事な気がする。では行こう。わあ、やば、なんか緊張してきた。よし、頑張ろう。でも出来上がったらすぐ盛り付けに入るので、もう今すでにお皿の方にはチンゲン菜を陳列してあります。やっぱこうやって並ぶとね、綺麗よね、チンゲン菜って。中華っぽくなるし。そしたらちょっとたっぷりめのサラダ油で、火加減はマックスにして、そしたらまず卵んで、ご飯、油、卵、ご飯をなじませて、最初は卵を切ってほぐす感じ。続いてご飯をほぐしていって、だいたい20秒ぐらいかな。ご飯がパラパラになってきたら、長ネギ、チャーシュー、紅生姜で、お塩、胡椒、ガーリックパウダーで、煽り混ぜて、で最後チャーシューの煮汁。あとはひたすらこれの反復運動。では参ります。ちょっとね、今回いつもより少なめですけど、これでご飯8合分ぐらいかな。この後肉味噌がダバーっときますんでね、多分こんぐらいでちょうどいいと思う。で、きゅうりのヘタとかワタとか、あと余った長ネギのみじん切りとか、そういったものは余った鶏ガラスープでスープになりました。味付けは薄口醤油と紹興酒だけ。じゃあ、あとはここにこの肉味噌と、スープと、その他もろもろを揃えれば、はい、これで肉だらけ肉そぼろチャーハンの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。脂肪と糖てか、今回も調理編長くなった気がする。なんかここ最近長いね、ごめんなさいね。ちなみに今これキュウリ乗ってないんですけど、キュウリは後乗せスタイルでいきます。乗り切らんかったというわけでして、いただきます。チャーハン作った後のビール格別で、今日すんごいお行儀悪いんですけど、ちょっと今日帽子かぶったまま行きますね。チャーハン作りで汗びっしゃびしゃになってもうて、今もうこんな感じなんですよ。さすがにちょっとこれは恥ずかしい、マナーはめっちゃ悪いけど。では食べていきますか。じゃあ初手安定のお口の潤い、すんごく純粋な鶏の脂のうまみ、
で、このキュウリの綿が美味しいのはもう僕は知っている。いや、やっぱこのキュウリのスープ美味しいね。あと向こう3ヶ月ぐらいはまりそう。じゃあまずはこちらのチャーハンだけいきますか。ではいざ尋常に。あー、もう申し分なくうまい。ここ最近僕はチャーハン作り若干短くなったんですよ。作る時間が、というか調理時間が。だからね、以前のものと比べると結構ね、しっとり感がアップしてるんですよね。パラパラであるのはもう言わずもがななんですけど、でもどちらかというとしっとりとしてるかな。すんごいうまい。ほんでチャーシューも来ましたね。よー、あ、もうチャーシュープルップル、脂身のとこ最高。てかもうこのチャーシュー自体がもうバリバリにうまいんで、もう正直これだけで、あ、もう正直十分。じゃあちょっと僕本気で今お腹空いてて、ちょっとだけ僕普通に食事します。よし、小腹が満たされた。じゃあ一旦飲もうかな。じゃあまずはぬたあえ、酢味噌たっぷりべちょっとつけて。いや、まあそれは美味しいよね。だって言うなれば鶏ガラスープで、ね、煮てこうなってるわけなんで、やっぱね、どことなく鶏の旨味は感じる。で、あんだけ30分ぐらい煮込んでるんで、もうね、シャキシャキというよりかはトロントロン。あのイメージ的にはお鍋の一番最後そこに残ってたネギの青いとこ、ああいう感じ、トロトロ。いや、これはうまいわ。あ、酒進む。じゃあ続きまして、手羽端のポン酢あえ。これに関して言うと、綺麗に食べるのは無理です。これ手をべしゃべしゃにしましょう。で、食べれそうなこのカバンの端っこのとことか、ここら辺をチュパチュパする感じ。うまいわ。ポン酢やと結構さっぱりすんね。日本酒とかを合わせたくなるようなお味。だってまあ言うなれば鶏皮ポン酢って感じですもんね、これ。そりゃ美味しいわ。そんなればいよいよこちらの肉味噌いきましょうか。ここに今回の細く千切りしたキュウリ、ここに今回のこの肉味噌をダバーっと。いや、もうこれ絶対うまいやつやわ。もう見たらわかる。いや、もうマジでシャレにならんぐらいうまい。めちゃくちゃがっつりやね。口入った瞬間のインパクトがすごいもん。なんて言ったらいいかな、甘めに仕上がったかなり味の濃厚な麻婆豆腐、そこのひき肉あんのところ、そこをチャーハンにかけてる感じ。結構しっかりと甜麺醤が効いてる分、バチッとはっきりしてるね、味がね。やっぱ超うまい。で、キュウリがうまい。前回僕が失敗したこのキュウリ、こんだけ細く切ると、ちゃんとチャーハン、ひき肉、その他もろもろ、それだと足並みが揃うんですよね。全然 KY じゃない。ちゃんと空気読んでる。なんならこのハリハリ感がほんといいアクセントって感じ。むしろこのあんがかなりしっかり味なんで、このキュウリがないと逆にくどいと思っちゃうかも。マジで影の主役って感じ。そしたらここで第1回目の味変コーナーと参りましょうか。まずは同じようにキュウリ、んで肉味噌、んでここで登場しますのがこちら、四川料理といえばのホアジャ、これを振りかけて、
あんまりやりすぎちゃうと、もうホアジャオのあの、なんというの、柑橘系のあの香りと味と痺れだけになっちゃうんで、僕はそこまで膨らんでいいかな。ほんともう香り付け程度っていう感じで。でもその前に、ちょっと鶏皮ポン酢。ああ、落ち着く。では参ります。ああ、いい香りする。ああ、うまいね。僕、こんぐらいでいいかな、やっぱ、ホワジャオは。あくまで風味として、ちょっとこう、香りにこう、厚みが出るというか。なんかそのくらいで、おとなしくしてるくらいのホワジャオ。もちろん、これ、山椒でも絶対美味しいと思うわ。うんまっ。っていうところで結構減ってきましたね、言うても。残り3分の1くらいかな。で、今回いつもよりかはね、キロ数は減らしてはいるんですけど、やっぱこんだけのお肉と炭水化物だからでしょうね。胃袋がどうのこうのっていうよりかは、なんだろうね、頭の満足感がすごい。わぁ、がっつり食ってんなーってなる。それこそ夏場のこう夏バテしそうな時期とか。こんなんガツンと言ったらもう一気に飛びそうね。ニンニクもたっぷりだけどすっごいスタミナつくわ、これ。ちょっと時期的にまだ早かったかなー。じゃあこれもホアジャオでいこうかな。ちょっとね、ハマった。はい、手羽端のポン酢和え完食。大変美味しいござんした。で、このチンゲン菜どうしよっかな。この肉味噌をかけながら食べようかな。これをかけて、ちょっと見栄え悪いけど、こういう感じにして。まあ、それはうまいよね。今回はちょっと茹ですぎたかな。トロットロになっちゃった。まあ、これはこれで美味しいんですけど。いまだにチンゲン菜の程よい茹で加減というか、茹で時間がわからん。っていうところで残りもあとわずかですね。これはそろそろラストスパートのお時間ですかね。で、今回の実写編、結構な勢いで早送りブワーッと飛ばしてると思うんですけど、調理編が長いから、ベラベラ喋りすぎた。まあ、いつものことなんで、まあまあ多めに見てくださいな。やっぱね、調理がね、楽しいんですよね。もちろん食べるのも好きやけど、どちらかというと僕は料理する方が好きだったりするんですよね。だから正直食べるより食べてもらう方が好き。というわけでして、味がしっかりとしてたんで、酒が進みすぎた。まあ、てか本当美味しかったな、でも。ただ今回の肉味噌、結構しっかり味に作ってあるんで、今回僕がやってたみたいに、ダバッとかけると、多分ね、10人中6人くらいは、しょっぱって言うと思います。あ、僕の場合ちょっとね、動画映えというものがありまして、ちょっといつもね、多めにかけたりするんですけど、やけん多分、あれの3分の1から半分くらい、そのくらいでちょうどいいと思います、多分。ほんとこう上からトッピングじゃないけど、ちょっとこう、ペッとつけるぐらいの感じ。んで、この肉味噌まだね、ちょっと残ってるんですけど、お茶碗1杯分ぐらい。まあ、ただこれすぐ腐るものでもないんで、これは明日の朝ごはんかな。さすがに肉味噌だけ食べてもね、しょっぱいしね。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。